モジラ Firefox。モジラ Firefox。モジラ Firefox は、モジラファンデーション及びその参加の、モジラコーポレーションによって開発されている、フリーかつオープンソースのウェブブラウザである。Firefox は、Windows、Macs 及び Linux で使用でき、Android では、f i r e f o x for a n d r o i d が利用できる。それらは、Geco エンジンによって、ウェブサイトをレンダリングし、それは、 現行の Web 標準を満たすか先取りするものである。iOS 向けには2015年後期にリリースされた Firefox for iOS があるが、Apple がサードパーティーの Web ブ,ブラウザを制限しているため、下 e ではなく WebKit に基づいたものになっている。Firefox は2002年に m o d u l a アプリケーションスイートではなく、スタンドアイロンのブラウザを求めた m o d u l a のコミュニティによって、 フェニックスという名で開発された。ベータ版では、Firefox は当時市場を支配していたインターネットエクスプローラー6と比べて高速で強固なセキュリティを持ち、アドンによる拡張性を持つことがテスターに称賛された。Firefox は2004年11月にリリースされ、9ヶ月間で6000万回ダウンロードされるという成功を収め、初めて インターネットエクスプローラー6の画像を崩したブラウザとなった。Firefox は AOL に買収される前のネ e t s c プによって、モジュラのコミュニティが作られたことから、ネ e t s c プナビゲーターの精神的な後継者とみなされている。は、1.1、一部、アルファ合成を含むなど、多くのウェブ標準をサポートしている。または、例えばクライアント側のストレージや要素などのように、 によって作成された標準規格案の内容もサポートしている。3.5からの要素がサポートされたことが話題となった。においては6以降にて100、100スコア達成が確認されている。は、サンドボックスによるセキュリティモデルを使用しており、また、他のウェブサイトから読み込まれたデータやスクリプトについて、同一生成元ポリシーに基づく制限を設けている。 ウェブサーバーとの通信を強度の暗号化によって守るためにプロトコル使用時にはが扱われる。これはウェブアプリケーションが認証目的のスマートカードを使用する場合にもサポートされる。和の中から深刻なセキュリティホールを発見した報告者に対して報奨金制度を設けている。また概念実証コードの作成が潜在的な攻撃者に 短期的な有利性を与えないようにするために、セキュリティバグの取り扱いに関する公式ガイドラインでは、早期の情報開示を思いとどまるよう求めている。は、公に知られている未修正の深刻な脆弱性数が、より少ないことが理由で、空に乗り換える動機として、セキュリティ工場がよく引き合いに出される。ワシントンポストは、未修正の深刻な脆弱性に関する、 実証コードがで利用可能だった期間は2006年は計284日だったとレポートしている。これに対して未修正の深刻な脆弱性に関する実証コードがで利用可能だったのはがこの問題を修正するまでの9日間であった。2006年のシマンテックの調査によると同年9月に他のブラウザと比較しては ベンダーに認知された脆弱性の数を上回ったが、これらの脆弱性は他のブラウザよりもはるかに素早く処理されていい。また、後に、シマンテックはセキュリティ研究者によって脆弱性の数をと比較したところの方が、より少ないセキュリティに関する脆弱性を有していたことが明らかとなったと発表した。脆弱性が発見され、 それによって著しい社会的影響を与えたケースもあるが発見からわずかの間に修正されている。2008年3月26日の時点では2.0には4つのミパッチの脆弱性があり、デンマークのセキュリティ調査会社であるの評価によると、そのうちの危険度は低が最高である。はと統合されておらず、しばしばセキュリティホールの原因となるやを標準で、 サポートしていない。そのため、それらを悪用する、コンピュータウイルスやスパイウェアが侵入できないことから、はよりも安全だと言われている。実際に、都の統合やの危険性についてはの開発者も、認識している。は、脆弱性の対応が、競合製品と比較して極めて早いため未対応の、脆弱性は少ないが、発見される。 脆弱性の報告数は逆に競合製品より多い傾向がある。そのため、等と比較して、旧バージョンを使用する危険性が高いと言われる。のシェアの増加に伴って、攻撃にさらされる機会も増えているため、常に最新版を使用することが重要になっている。この点において、パッケージ管理システムが充実しているでは、最新のに自動的にアップデートすることができる。 また、最新版の Web ブ,ブラウザを利用していても、や、コンポーネント側にセキュリティホールが存在すれば、そこを疲れる可能性がある。例えば、では、アニメーションカーソルの脆弱性により、クラッカーの手によってリモートで制御される、危険性があるとの発表がなされている。特にブラウザ等を管理者権限で実行していれば、クラッカーに管理者権限をダッシュされる、危険性がある。 この脆弱性はのアニメーションカーソル及びアイコンのデータ検証方法に起因している他を利用していても攻撃を防ぐことはできなかった。のシは2.0、0.3の次のリリースでの脆弱性の回避策を検討しているとしつつもすべての利用者に対してのセキュリティアップデートを直ちにうことを推奨するとの声明を発表した。このようにウェブブラウザの種類に関わらずに 最新のセキュリティアップデートなどを常に適用しておくことは重要である。アドオンやプラグインのほとんどはではない第三者より作成されている。よってそれらに関するセキュリティはの管轄ではない。プラグインにセキュリティホールが発見されてもプラグインによっては自動でアップデートされないものもあるため利用しているプラグインのインシデント情報には注意を払うことも必要である。 なお、著名なプラグインには、自動通知や、自動アップデート機能が搭載されている。また番にビルトインで組み込まれているのプラグインは、自動更新の対象になるものの、コンテンツを取り扱うのは本体なので前日の通りの、アップデートを必要とする。2008年5月7日、が配布していたニオーアドオンである、ベトナム言語パックに、ダウンローダーが混入されていたことが判明した。 ではこの問題に対してすべてのアドオンについて毎日ウイルススキャンを、うことを検討していることをで表明している。脆弱性は報告があり、次第即時に修正している。は、メモリの消費量が多く、アドオンと設定によっては数百一以上になることも、あるため、それがユーザ離れの原因にもなっていた。 原因としては3、X から4へのアップデートの際の変更、大量の新機能の追加、新たなエンジンの実装、セキュリティの強化など様々な変更を行い、メモリ消費量は格段に上がったと言われている。箱の問題を認識しており、2011年6月からというプロジェクトを立ち上げ、対策を行っている。 は、自らの取り組みを、毎週自らのブログで公開している。すでにの実績はその後のアップデートに生かされており、記憶領域の使い方、機能の見直しや変更などで、メモリ使用量を減らしつつある。2018年現在、通常版のゲコを使用するブラウザとして唯一、残っている文字や Firefox、q u a n t u m は回答後も 148MB、バージョン62で、 公開されているメジャーブラウザの中では最も軽い。は4のリリース以降の開発しているのようにラピッドリリースを行うと発表した。そのためセキュリティアップデートや脆弱性の修正といったマイナーなアップデートは4で終了する。4の13週間後の2011年6月21日、米国時間2号がリリースされた。5から6の間は 例外的に8週間だが、6以降は、基本6週間ごとに、最新版がリリースされ、2011年中には9まで、アップデートされた。2013年は26まで、2014年は34まで、2015年は43までリリースされた。ラピッドリリース以降も、以下の5種類のエディションがリリースされるようになった。下のものほど、不安定で、更新頻度が高く、 ベータ版では正式版の次のバージョン。アルファ2版では、ベータ版のさらに次のバージョン。アルファ1版では、そのさらに次のバージョンが開発されている。は原則毎週更新、およびは原則毎日更新。開発中の新機能の追加は、主に、アルファ版で行われ、ベータ版では、基本的に、アルファ版で加えられた変更へ安定性や、互換性の修正が行われる。 2014年11月10日より、オーロラからデベロッパーエディションに名称が変更された。また、2017年3月31日に、Firefox 54を最後にオーロラを廃止する旨を発表している。このラピッドリリースの開始に伴い、企業や自治体などでのブラウザサポートに不安が生じていることから、延長サポート版となるが用意されることになった。 最初のは十となり、囲碁正式版リリース8回ごと、バージョン17、24、2がリリースされる。は、リリースから54週間、約12ヶ月半のサポートが行われる。その間、通常リリースと同様に6週間ごとに修正版のリリースが行われる。バージョンナンバーは、XX、0、Y、XX がメジャーバージョン、Y がリビジョン番号。 零から八となる。が用意されるのは、バン,バン、バンのみ。詳細はを参照。1998年当時、が9割近くのシェアを持っていたが、マイクロソフトのが無料で、かつにバンドルされていたために、すまじい勢いでシェアを獲得しつつあった。そのような背景の中で1998年1月22日、ネットスケープはのソースコードを公開し、 オープンソース化することを発表。1998年2月23日、ネットスケープが公開するオープンソースコードを共同発するためには立ち上げられた。そして1998年3月31日、5.0のソースコードが公開された。オープンソースとして開発されたスイートは、と同様に、ウェブブラウザ機能やメールニュース機能、 ウェブページ作成機能など多くの機能を含んだインターネットアプリケーションスイートでったが動作が重くソースコードも複雑であったそこで2002年中頃からスイートも開発を継続しながらウェブブラウザ部分とメールニュース部分を個別に開発することになったこの戦略にはアップルが2003年に1月に開発を発表したウェブブラウザがの開発している ゲコではなく、プロジェクトが開発している、レンダリングエンジンを採用したことが同じく絡んでいと、される。軽量、高速性への需要は、アプリケーションスイートとして開発されていたには満たせない、ものであった。そのようにして誕生した、軽量なブラウザはと名付けられ、2002年9月に、リリースされた、最初のバージョン0.1から0.5まで用いられた。しかし、 この名称は社の商標権を侵害することが判明したため変更せざるを得ない状況に追い込まれた。こうして事項にも述べられる名称という名称が採用されることとなった。プロダクト名としてのは放棄されるも開発ロードマップ上は継続的にという名称が使用された。ユーザーからどのような名称が良いかなどを投票で集め。 かつ商標権に抵触しない名称を考慮した結果、2003年4月にという新名称が決定した。しかしこの名称が新たな問題を引き起こしてしまうこととなる。という名前が、と同じくオープンソースで開発されている関係データベースプロジェクトの名称であることが判明し、同データベースプロジェクトからに攻撃的な形で強い苦情があった。 これを受けてはというブランディング戦略を発表した。で述べられていたことは次のようなものである。このブランディング戦略により、データベースプロジェクトとの名称問題は沈静化した。2003年5月には、として、初のリリースとなる0.6が登場した。その後、1.0系列のプロダクトは、1.7系列の基盤に即すものとする方針となった。ブランド戦略により、 という名前は一時的なものとなった。しかし1.4がリリースされた後も依然としてという名称変更が行われる気配がなかった。の完成度がメインプロダクトとして機能するほど十分な状態になかったことが原因であったが、さらにという名称が使われ続ける原因となるの、設立である。2003年5月末に起こったとマイクロソフトの和解により、 参加のネットスケープとマイクロソフト間で起こっていた反、トラスト法訴訟などがすべて取り下げられた。また同時に、お数年にわたり、ロイヤリティフリーで使うという契約を結んだことにより、ブラウザを提供するネットスケープの存在価値が危ういものとなった。これは、ネットスケープのコードベースにもなっているの存在価値をも、揺るがす問題であった。こうした事態を受けて2003年7月、和から、 資金提供を受け、の開発を支援する団体であるを設立した。の設立により、ネットスケープ社が担っていた、エンドユーザーへのソフトウェア提供及び、サポートという目標がにも覆いかぶさることとなった。それまで、ネットスケープ社がリリースしたもののサポートを含め、ワウその後もリリースしていかざるを得ない状況となってしまった。これにより4月に発表されたブランドにおける、 絵の開発体制移行が閉ざされてしまうこととなった。これにより、一時的とされていたという名称を使い続けることに対する懸念が生まれた。そのため、同年11月頃から、開発チームが新たな名称への変更をするための動きが水面下で行われた。商標に関するトラブルはもちろん、他のプロジェクトで使われている名称との衝突を避けるため、 年入りにリサーチが行われた結果、という名称がこのブラウザの正式名称となることが決定し、2004年2月には0.8がリリースされた。このブラウザの名称にまつわる問題は、という名前に落ち着くことで解決となった。名称の由来は、レッサーパンダの別名から来ている。2017年、Firefox は技術的に大きな転換期を迎えた。 かつて Firefox の根幹を担ってきたズルが廃止されつつあり、Firefox 57では拡張機能が WebExtensions に移行し、旧式の拡張機能は使用できなくなる。これらは Firefox のパフォーマンス、安定性、セキュリティを向上させるために行われているが、Firefox の特徴であった拡張性は制限されることになる。派生ブラウザである p a l e m o o n と、 拡張性を維持するブラウザも存在する。2017年9月26日、Firefox q u a n t u m と名付けられた Firefox 57のベータ版が公開された。文字ラによれば Firefox q u a n t u m は1年前の Firefox 52と比べて2倍高速で Chrome と互角にな。しかもメモリの消費量は Chrome より30%少ないとしている。これは ラストによってプログラミングされた新レンダリングエンジン、サーボの成果であり、マルチコアマルチプロセスへの対応によって高速化が行われた。Firefox のマルチプロセス化はすでに Electra ララシス、E10S の故障で行われていたが、導入された Firefox48 の時点では、安定性の問題からまだ1%のユーザーしか利用できなかった。Firefox57 は、 処理の並列化を本格的に推し進めたバージョンとなった。ユーザーインターフェースも一新され、ほトンとんど呼ばれるものに置き換わった。全体として、クロムやエッジのようなミニマルデザインとなっている。モジュラは2013年からクアンテムプロジェクトに取り組んできたが、それによって、ゲコからサーボへの置き換えは、今後もさらに続くという。 Firefox 57は2017年11月14日にリリース版が公開された。Firefox Quantem ククの故障は Firefox 64でも使われている。フレデリック・ラーデンイはテッククランチにて Firefox Quantem ククに対し Firefox にもう一回チャンスを与えるべき時だと記し、Chrome と比べて大幅に良いとは言えないながらも、 対抗できるだけの性能を備えたことを評価している。窓の森の記事では、旧式のアドオンが使えなくなるなどの問題はあるが、Firefox q u a n t u m が成し遂げたパフォーマンスの向上は、その欠点を追ってあまりあるとしている。Web デ e イナーデポの記事では、Firefox q u a n t u m は、Chrome よりも高速であり、Modzilla の前年比2倍の表現さえ控えめなものだとしている。また、 digg.com による2015年製の MacBook Air を用いたテストでは Firefox q u a n t u m は Chrome より消費メモリが40%少なかったとしている。StattCounter によれば2009年12月の時点で Firefox のすべてのバージョン合計で32%のシェアを占めていた。バージョン別では Firefox 3.5が インターネットエクスプローラーの初バージョンを抑え最も利用者が多かった。その後、オネットアプラケーションスのデータによると、2016年9月の時点で Firefox のパソコン向けブラウザのシェアは9.2%にまで低下したが、2017年9月には12.9%に回復している。2018年6月現在のシェアは世界全体で10%ほどである。 は、などと表記されることがあるが、正式にはこれらは、すべて古表記である。また、日本のみならず英語圏などでも、と略記されることがあるが、バージョン1のリリースノートでは略称として、あるいは、が推奨されていたが、バージョン2以降のリリースノートでは、この記述が削除されている。日本や中国においては、ひぎつねやきつねと称されることもある。また、 はキツネをモチーフとした公認のマスコット、ホクスケをプロモーションに使用しており、参考会時には日本では、今度のキツネはというコピーを含んだ広告を山手線、中央線内で流した。Firefox のソースコード自体は様々なプラットフォーム向けにコンパイル可能である。しかし、公式に配布されているバイナリは以下のプラットフォーム向けに限られている。 Android 版においては、幅320ピクセル、高さ240ピクセル以上の画面が必要である。以下は2018年2月現在でのサポート状況である。2015年11月現在、Linux、Macs 及び Windows 向けに Firefox の6 4ビットビルドが提供されている。以下のプラットフォームには Mojilla による公式ビルドは提供されていないが、 有志によって非公式ビルドが提供されている。のソースコードはフリーソフトウェアで使われるライセンスの一つであるを採用している。のソースコードを利用して開発された派生のソフトウェアには後期のやなどがある。当初は単独のライセンスとして提供してきたがフリーソフトウェア財団がについて派生物の作成に制約が課せられているなど コピーレフトの要素が弱いとして批判した。そこでは、の、トリプルライセンスで提供し、利用者はいずれかを選択して利用するということでの、コピーレフトの要素を強めた。2012年1月3日にを、バージョン2.0に改定し、などのコピーレフトなライセンスとの互換性を強化させた。これを受けて2012年6月5日に、リリースされた13から、 再びの単独ライセンスとして提供さている。と、オフィシャルロゴは登録商標であり、特定の条件の下でのみ使用が許可される。の名前とブランドを使ったオフィシャルバイナリは改変を加えなければ誰でも配布することができるが、ソースに変更を行った場合制限が課される。このような一部のディストリビューションにの商標を使わせない方針は論争を呼ぶことになった。 この論争についてのであるミチェル・ベーカーは2007年のインタビューでソースコードを改変しない場合は自由に商標を使用できるの狙いはのユーザーエクスペリエンスを確固たるものにしたいということだけだと述べているのソースコードはオフィシャル以外のビルドが作成できるようにブランドの有無が切り替えられるようになっているソースコードを改変した派生版や アルファ版、ベータ版のリリースに使われる。ブランドを付けないビルドでは、自由に配布できる代替ロゴと、元になったのバージョンに対応する名前が付けられる。1.5,2.0,3.0の派生版はそれぞれと呼ばれている。コミュニティ版用の例外を除いては、の名前を付けた派生版は、ソースコードの変更に関してからの許可が必要であり。 またその場合も全てのブランディングを適用しなければならない。例えば、オフィシャルロゴは使わずにの名前だけを使うといったことはできない。は2006年にデビアンフリーソフトウェアガイドラインの制約からのオフィシャルロゴを使わないと決定したが、は、版においてロゴのみの変更は認められず、商標ガイドラインを遵守し、オフィシャルロゴを使うかの名前を使わないか選択しなければならないと伝えた。 結局、和この王という名前に変更し、独自のロゴを付けることになった。和2004年にとが、マーケティング週間と四大一連のイベントから始まった、積極的なマーケティングキャンペーンに伴って、急速に普及し、1.0の登場からの1年で10億、ダウンロードを達成した。2004年9月12日に1.0のプレビュー版を、リリースするとともに、と名付けられた。 マーケティングポータルが開設され、マーケティングについてのいろいろな技術的議論のための中心的な場所提供された。お、今すぐ入手ボタンが改良され、ボタン設置者のリンク元ポイントを集計して、トップ250が閲覧できるようになり、設置者の貢献度が目でわかるようになった。また時には、チームやメンバーがウェブサイトで結成されたイベントを実行することもあった。 の設立3周年の2006年7月に開始され、9月まで実施されたキャンペーンでは、ウェブ上で登録すればの本部オフィスで展示されるに、参加者、推薦者と友達、新しくをダウンロードしたの名前が載るという企画が行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。